どうも、杉下同級作のトロです。ということで、今回ですけども、ワークパンツを使ったコーデ紹介、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、皆さん、夏に向けてパンツ強化していきましょう。っていうのもですね、やっぱ夏にかけてトップス着れるカテゴリーね、だいぶ狭くなってきます。はい、 T シャツ、ポロシャツ、半袖シャツ、あと何買ったかなみたいなね、男の人は特に困りますよね。ってなった時にやっぱ何を思ってね、コーデ楽しむかってなったら、やっぱパンツのレパートリーかなり重要になると思います。だから最近ね、ちょっとパンツ関係の動画多いんですけども、今回はワークパンツということで、はい、いくつか持ってきました。ワークパンツ改めてね、どういう種類あったっけっていうのでね、僕もちょっとおさらいしていきたいなと思ってるんですけども、まず、まあ、やっぱブランドで言ったらこのディッキーズとか、まあ、カーハートとかね、はい、まあ、今回このよく古着屋さんにね置いてある、まあ皆さんもねこうゲットしやすいブランドを使っていこうかと思ってます。っていうのもやっぱヴィンテージのワークブランドとかももちろんいっぱいあるんですよ。なんかそのなんだろう、まあ、ちょっと今出てこないけどちょっとすぐは出てこないんだけど、なんか、はい、まあ、リバティとかキーとかヴィンテージのリーとかもね、あのオーバーオールとかめっちゃ値段上がってたりねするぐらいなんで、まああとヘラクレスとか、いろんなねこうワーク、まあワークブランドというかワークウェアを作ってて、こうヴィンテージプライスになってるね、やつもたくさんあるっていうね、その中でやっぱこうお買い求めしやすいね、かつメジャーなブランドっていうので、カーハートディッキーズ系は今回多めになってます。はい、でちょっとね、どういう種類があるかね、ディッキーズの、まあ、ワークパンツ、今はやっぱ旬っていうかね、まあ廃れないですね、もうずっと永遠に愛されてると思うんですけども、まあ874シリーズです。これはね、オリジナルフィットの、はい、874シリーズ。最近なんかあのインスタ見てると、なんか女の子とかがこの874の柄をこうねまくって見してね、あのコーディネートしてる猫とかもねいますよね。まあそんぐらいこういろんなね着崩し方もあるのかなっていうのでね、可愛らしいと思います。まああとそのステッチですよね、このロールアップした時のステッチが可愛らしいとかね、まあまあ使いやすい、シレットもいいし履きやすいし洗濯も強いし見た目もいいということで、まあディッキーズのねワークパンツシリーズとか、まああとね、こうずっと持ってたのがカーハートの、まあ、ダックパンツですね。これはダブルニータイプになってます。はい、布がね、二重になってるものですよね。この膝の部分がですね、ダブルに、まあこれはなんか溶接とかそういうなんかレベルの高い作業をするときに用いられる、分厚めな、ワークパンツになってます。ダック素材ってね、めちゃくちゃ音数がヘビーなんですけども、まあこれ飛び箱のあの白いマットとか、体育館にある体操してたあのマットあるじゃないですか、あの頑丈なあのマットたちと同じ素材、はい、あれもダック素材なんですけども、まあ、それぐらい強いよっていうので、まあ、シルエットもバキッと出てかっこいいです。はい、あとはねちょっと似たやつなんだけど、まずペインターパンツですね。はい、まあ、いびつな形です。こっちはカーゴパンツ、はい、いびつな形部門ですよね、この辺りはね。はい、ペインターなんでこうハンマーループがついてますと、これハンマーのトンカチですよね、あの T の字のね、T の上の部分をここに引っ掛けて使ってたりねしたりとか、まあいろんなこう作業用のね小物を入れるためのポケットたくさんついてるというパンツになってます。この辺を履くとシルエットが武骨さが出るんで、まあ、男の人とか好きな方は特に多いんじゃないかなと思います。まあ、カーゴパンツも元はなんか貨物船とかね、船乗りの、作業着で作られたのが発祥らしいんですけども、まあもうファッションとしてもね落とし込みやすいかっこいいパンツになってます。はい、こんな感じで、まあワークパンツ系とね言っても、まあ、いろんな種類がありますので、まあ、今回はねその様々な種類を、それぞれ使ってコーデ紹介やっていけたらなと思ってますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ということで早速コーデ紹介やっていきたいと思います。最初のコーディネートに着替えてきました。まず最初にですね、今回登場するこの古着たちは全て杉下東京南口店の商品になってますので、ぜひ参考にしてみてください。カーゴパンツ、ワークパンツ系かたくさん入荷しております。そしてね、オンラインでも、ワークパンツ欲しいですっていう方、よかったら杉下東京オンラインショップにいてもワークパンツめちゃくちゃ入荷してますので、だいたい3900円から高くて8000円ぐらいかなぐらいの相場で、入荷してますので、よかったら、概要欄のリンクから、オンラインショップも見てみてください。サイズ表記とかね、細かな詳細も、説明欄、商品説明欄みたいなの書いてありますので、ぜひそれ参考にしながら買ってみてください。そんな感じで、はい、今回ねワークパンツのコーデ紹介ということで、ぜひ皆さんね、持ってる方も多いと思うんですけども、色足したい
なっていう方とか組み合わせわかんないなっていう方、そしてこれから始めたいっていう方、参考にしていただけるように、こういうやつを説明していきたいと思います。まず黒のねカーゴパンツ履いてきましたよ。でこれ探してる方多いですよね。黒でカーゴパンツ系欲しいですっていう方多いと思うんですけども、まあ、これね 5.11 シリーズですね。人気はね古着屋さんでね、まあ、よくあるブランドなのかなっていうふうにも思います。はい、まあ、太さとかね、あとこうカーゴポケットついてるこの武骨さがやっぱりねかっこいいなということで、いい感じだと思います。まあ、組み合わせしやすいです、黒なんでね。はい、で着てるねトップスなんですけど、まずこれやばくないですか。これタンクトップなんだけど、ミリタリータンクトップです。はい、 US ネイビー、アメリカ海軍ですね。ミリタリーのスウェットとか T シャツとかめちゃくちゃ値段上がってるんですけども、これチャンピオンとかあったらもうめっちゃ値段半端ないぐらいに構造してるんですね。まあ、これちょっとチャンピオンじゃないんでまだ比較的お休みなんですけども、あのチャンピオン系のミリタリーアイテム、まあ古いやつですね、めっちゃ値段上がってるんで、ヴィンテージ好きな方はぜひチェックしてみてください。僕もねミリタリーセット持ってるんですけども、まあ高かったですね買った時はい。でこのネイビー、やっぱネイビーがやっぱねこう代表的なね、まあ、ミリタリーアイテムの一つになるのかなというふうに思います。このねプリントものですね。はい、でそのタンクトップということで、僕ね今日インナーにタンクトップ着てるんですけど、タンクトップオンタンクトップであの変態的な組み合わせをしております。ほらタンクトップオンタンクトップで、そのタンクトップの上にですね、90年代のノーティカですね、これねチェックシャツ着てですね、ちょっと頼れるお兄ちゃんスタイルで着てみました。どうでしょうかね。大きいトップス非常に相性いいです。カーゴパンツ無骨なシルエットなので、トップスもねちょっとゆるっとさせて、まあ、シャツ出してこう自然な感じで着るとすごくかっこよくなるのかなというふうに思います。はい、次の工事の時着替えてきました。いかがでしょうかね。はい、まあパンツ、はい、今回ねテーマであるワークパンツなんですけども、白のペインターパンツになっておりますね。これ詳細話していきます。はい、まずブランドがビッケーズになってますね。これデッドストックっていうか、まあ、新品なんで、あのまだこういうラベルみたいなのついてるんですけども、この、シャービー・ウィリアムスっていうねアメリカの献血会社とコラボしたビッケーズのペインターパンツになっております。これアメリカ商品なんで日本未発売らしいんですよね。だからちょっとアメリカの現地バイヤーが買い付けてきてくれたんですけども、はい、武骨のシルエットがこれもかっこいいし、白っていうのがまたいいですよね。ペインターパンツで、はい、かっこいいです。まあこれねウエスト32、まあ、僕ちょいゆるぐらいで今着てるんですけども、もっとねデカバキしたらシルエットももっとドシーンって太くなるんで、そういう履き方も非常におすすめになってます。はい、まあちょっとねルーズなね感じで、ちょっとやや腰ばき気味でね今履いてるんですけど、どうですかね、このちょっと夏の爽やかスタイルみたいなね、はい、かっこいいと思います。ちょっとアメリカ人っぽくてね。でこの T シャツ、これ何かっていうとね、フットボール T シャツです。はい、出ました、ヴィンテージのフットボール T シャツですね、これ。はい、このねプリントもねちょっとアメリカン、古いアメリカン仕様っていうかね、非常にかっこいいですよね。はい、これ70年代の、T シャツになってるんですけども、ブランドがわからないです。まあ、フットボール T シャツの特徴としては、ちょっとこうややねシェイプがかってる、身幅がシェイプがかってて袖がやや長めっていうね、ちょっと独特なシルエットが可愛らしいんですよね。はい、まあちょっとこのブサイク寄りな形じゃないですかね、今受けが良くなさそうなブサイク寄りな形、それがまたかっこいいっていうね。はい、これがねあの古着好きの脳内なんですよ。はい、ちょっとブサイク、それがかっこいいみたいなね、はい、そういう変換能力持ってます。はい、皆さんもそうだと思うんですけどもね。はい、次のコーディネートに着替えてきました。まずねテーマであるワークパンツ、こちらですね、先ほどちらっと出したカーハートのダークパンツ W2 仕様になっております。はい、まあ、ベージュ色、まあ、ちょっとキャメルっぽいベージュっすね。あの色合わせすごいしやすい色なんですよ、これがまた。はい、なのでまあこう色物、ちょっとこうトップス色物多いんだけど、こう組み合わせのパターンが少ないですってね、何に合わせたらわかんないですっていう方はベージュ色のパンツちょっと強化してもいいかと思います。はい、でこのねカーハートのパンツに合わせてるのがこのベースボールシャツになってますね。はい、これのデザインちょっと皆さん気になってたんじゃないですか、これ何これかわいいっていう風にね。はい、これはねまあ言った通りベースボールシャツなんですけど、ちょっと面白いのが、まあ、メイドイン USA、 アメリカの古いタイプのベースボールシャツなんですが、なんとこれ皆さんね、なんて書いてあると思います、これロングボート、まあ、キーってこれ多分チーム名なんですけど、ボートレース系のねチームのベースボールシャツということで、なんであのボートレースがベースボールシャツなんだろうっていう、この不思議なね組み合わせなんですよね。はい、そうきたかみたいなね。はい、次のコーディネートに着替えてきました。次のコーデはですね、こうワークパンツ、まあ、ディッキーズのね874なんですけど、ネイビー色ですね。ちょっと大人びたワークパンツの着こなし方ということで、ちょっと大人の休日スタイルを作ってみました。まずこのワークパンツポイントはですね、太すぎない感じで履いてます。
はい、まあ874をウエストジャストめで履くと、まあちょっと割とね、こうストレート的な、太すぎないぐらいのシルエットになりますので、まあそれをちょっとこう、まあ僕は今ブーツで合わせてますけど、革靴とか、まあちょっとサンダルとかね、そういうの合わせて、なんかカチッとさせます。で、そのシャツですね、こうリネンシャツ着てきました。これ90年代頃だったかな、はい、ちょっと古めなオールド、リネンシャツになってるんですけど、ちょっとストライプ調のね、可愛らしくて、で、ホワイトベージュっぽいね、爽やかな色味ということで、まあ白系、ネイビー系で今合わせてるんですね。はい、まあシャツと細めな、まあ細め風なパンツというところで、もうちょっとこう、シンプルじゃないですかね、ちょっとこう、綺麗めかなみたいな、はい、ワークパンツ、武骨さに出して履くというのももちろんかっこいいんですけど、ちょっとあのワークパンツの素材とかシルエット好きなんだけど、ストリートすぎない感じで着たいですっていう方向けのコーデですね。で、これね、あのもしもね、まあ別に綺麗めなんて求めてねえよっていう方は、こういうね、あのヴィンテージのあのハンティングベスト今持ってきたんですけど、こういうなんか土臭そうなね、あのヴィンテージっぽいやつ羽織るともう一気にあのぶっ壊れます。はい、まあ、今ねこう大人の休日スタイルですよね。こうベストじゃちょっと、はい、ヴィンテージです。これ70年代頃のハンティングベストになってます。まあ、ハンティングなんで、あの狩りする時のベストですね。あ、ショットガンの薬莢入りみたいなね、こうずらーって並んでたり、こうね、あのレタードっつって、あのワッペンですね、古いワッペンが、ちょっとデザイン施されてたりね、はい、する雰囲気系のやつ、はい、こういうの着ると一気になんかあのあれ高円寺の高円寺歩いてそうみたいな、はい、一気にあの大人っぽいかっていう感じになりますよね。はい、だからちょっとあの綺麗めなんだけどちょっと癖出したいですっていう方とかは、ちょっとこう夏はねベスト系非常におすすめでございます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね、ワークパンツを使ったコーデ紹介やってみました。まあいろんな形がね改めてあるなっていうのと、まあ色味ですね、あとね、はい、まあペインターでも今回白のペインター使ったんですけど、まあ別の色とかね、はい、まあまた雰囲気変わると思いますし、874でももちろんね今回ネイビーでしたけども、黒とか茶色とかもあるし、なんかねカラーものもあるんですよ、874シリーズ。まあディッキーズのワークパンツですね、なんか緑とか、まあいっぱいあると思うんですけども、まあ自分のね、好みの、形と色味を見つけていただけたらなと思います。で、今回はね、その水晶時計南口店のワークパンツを使って動画撮ったんですけども、もちろんね、めちゃくちゃ大量に入荷してますので、まあ、ワークパンツどれ選べばいいか分かんないですとかね、はい、まあサイズが分かんないですとかね、合わせ方分かんないですという方はね、まあ、実際お店に来ていただければいくらでも僕相談乗りますので、よかったらね、お店もチェックしてみてください。オンラインショップでも、ワークパンツ大量に入荷していますので、そちらもよかったらチェックしてください。そんな感じですね。少しでも参考になれば評価とコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして私トールの SNS 各種リンク載せていますので、個人 YouTube チャンネル、 TikTok、インスタなどなどよかったらそちらもフォローよろしくお願いします。そんな感じで今回の動画は以上になります。次回のところでお会いしましょう。 See you next time!